おはようございます、2022年5月8日の聖日礼拝を始めます。では前奏お願いします。生死をお読みいたします。生死はイザヤ書55章の10節11節です。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成就させる。ではプレイズに移ります。お願いします。ご起立いただける方はご起立ください。主イエスを喜ぶことはお座りください。ハッピーマザーズデー、今日は母の日です。本当に、世界中のお母様方に心から感謝します。私たちは本当に母の胎内を通じてこの世に生まれ、日々命が与えられていることを感謝します。でも
この私たちを作ってくださったのは神様です。エレミヤ書にもあります。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。私たち一人一人が主に選ばれ、それぞれ人に賜物を与えられ、生きる目的を与えられ、日々生かされています。心から感謝します。どうぞ私たちがこれからも主よあなたを見つめ、あなたのために、あなたのご栄光のために働くことができますように、どうぞ私たち一人一人を祝福し、そして私たちのこの罪をあなたが大きな愛を持って十字架の血潮で洗い流してくださったことを心より覚え感謝し、これからの日々もあなたを第一とし歩むことができますように、私たちを強めてください。心からイエス様に感謝して、神様に感謝しつつ、主イエスの十字架の血でをご一緒に皆さんと賛美したいと思います。神様どうぞ私たちのこの賛美を祝し喜んでお受け取りください。精一杯賛美します。どうぞ受け取りください。ではご一緒に賛美しましょう。主イエスの十字架の血でをご一緒に賛美しましょう。から今お立ちくださいまして、皆さんで主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たあせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許したごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。じゃあお座りください。聖書を朗読いたします。朗読の箇所はルカによる福音書1章26から29節です。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。お祈りいたします。愛する天の神様、今日もこのようにしてコロナがまだ収束しない中、私たちは、今日から日曜日に礼拝をすることができるようになりました。心から感謝申し上げます。いろいろな都合でこの礼拝にも出席できない方もおられますが、神様がその人一人一人の上にも豊かな恵みを注いでください。神様本当に感謝です。今日はまた母の日で、お母さんの労を思い、感謝する日であります。私たちも母として子供を育ててきましたけれども、本当に、子育ては大変なことです。そしてそれを思うときに、私たちのお母さんもどんなに苦労されたことかと思って、今でも本当に感謝したい気持ちです。ありがとうございます。神様どうか今日もここに集った一人一人のうちに、あなたが豊かな祝福を注いで導いてください。今からの礼拝をあなたが御霊によって導いてください。お話ししてくださる大塚先生の上に、あなたの豊かな知恵と力を注いでください。お願いします。心から感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは先生お願いします。皆さんおはようございます。なんか今日はいつもと感じが違うのでですね、皆さんも戸惑っておられるところもあるかもしれません。ここ始まる前、子どもたちがかくれんぼをしてまして、もうあちこち走り回っておりました。そういう見慣れない光景がありましたのでですね、子どもたちがいるのっていいなって感じさせられました。私は母の日の原稿を頼まれまして、母のことを考えていましたときに、母がたくさんのことを自分に対してやってくれたなって思いました。それに対して自分は何もできなかったという、本当に親不孝であったことを感じさせられた時でした。皆さんいかがでしょうか。それでは一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、感謝します。天の父の神様、あなたの皆を崇めます。今こうして礼拝を持たせてくださっていることを感謝いたします。そして世界中で持たれている礼拝をあなたが祝福してください。そのそれぞれの教会の必要をあなたが満たしてくださいますようにお願いいたします。今も生きて働いておられる主よ、あなたの御業、あなたが成してくださった、このベネス教会に成してくださった御業を、出来事を本当に感謝いたします。今私たちが生きているこの世界と時代は、本当にさまざまな思想やたくさんの誘惑で満ちています。それだけに私たちクリスチャンが
どう生きるかが問われています。どうぞあなたの御ように用いられるようにお願いいたします。マリアはどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにという信仰を持って言った言葉を私たちは御言葉の中に見出します。どうぞたとえ神からのお召しが責任の重いものであってもそう言えるように私たちをあなたの精霊で、満たして導いてくださいますようにお願いいたします。今私たちは一人一人がさまざまな課題そして問題を抱えて、ここにやってきております。どうぞ今すべてのものをあなたの御前に下ろして明け渡してすべてのものから解放されて休まる時を持たせてください。安息の時を持たせてくださいますようにお願いいたします。あなたが共にいてすべてのことを解決に導いてくださることを信じます。そして今さまざまな事情で今朝の礼拝に集えない兄弟姉妹のことを思います。どうぞあなたがそばにいてくださってその霊の渇きを癒してください。その場にあって祝福してくださいますようにお願いいたします。今ここに聖霊の力を注いでください。あなたの臨在の下で礼拝ができますようにどうぞお導きください。語るものを強め清めて用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。ですね、今日はこの26節から始まりますけれども、今日の箇所はよくクリスマスで用いられる箇所でもありますね。この26節に6ヶ月目とありますが、これはこの前の節の24節から続いています。エリサベツが5ヶ月の間安静にしていたのを受けてその6ヶ月目というこのつながり方になります。このつながり方からも分かりますように、このエリサベツとマリアのこの、ことはですね、この2つの誕生予告物語は密接につながっています。どちらにおいても親は子供が生まれることを予期していませんでした。エリサベツは不妊の女でありましたし、マリアは言い名付けはいましたけれども、その方と同居はしていませんでした。そこにどちらにも天使が使わされてきます。皆さん天使っていうとどういうふうに思われでしょうか。水曜日の学びの時に天使は男ですか女ですかという質問がありました。いつもこう質問がこう鋭くきますね皆さんどういうふうにお答えになりますか。ガブリエルは男。はい、はい、そうですね。この聖書箇所をですね、英語のところで英語版で読みますとすぐ分かりますね。ガブリエルはHe となっています。 He said to her になってますので、ガブリエルは男です。はい、このガブリエルっていうのは、エルっていうのは神様を表す言葉です。ですからガブリエル、ミカエル、ラファエル、サムエル、エルがつく言葉が多いですね。そしてガブリは我が勇士という意味ですから、神は我が勇士という言葉になります。私たちにとっても同じですね。神は我が勇士です。まあ、そういうふうになってきますね。水曜日の学びで面白いのはですね、もうある方がもうすぐ答えてくださいますね。すぐ答えてくださいます。
でもその方が答えたのは、天使は男女もありませんというふうに答えてくださったんですね。まあそれを私はどうするかというと、黙って皆さんの前で聞いてます。多分この方は家へ帰ってから一生懸命調べられたんじゃないかと思いますね。私たちは人を、人の言うことをですね、いきなり否定してはいけないんですね。どうしますか？徐々に、正しい方向に導いてって、正しい答えをその人に分からせてあげるっていうことをします。これは神学校で学びました。絶対その人を真正面から否定しない、特に人の前においては特にそうですね。その人の恥をかくっていうこともありますので、絶対その人を否定しない、人格を否定しない、まあそういった配慮をしていくのが私たちクリスチャンであることを思いますね。はい、ここにナザレという場所が出てきます。皆さんもクリスマスの物語で何度もこの話を聞いておられると思いますので、ナザレという場所がどういう場所であったかご存知だと思いますね。ナザレは旧約聖書には一回も出てきません。そしてタルムドっていうユダヤ人の経典でしょうか、こう何十巻もあるような分厚いその経典にも出てこないそうです。それだけ目立たない小さな小さな村でした。このヨハネの福音書1章の46節に、ナザレのことを言った御言葉が出てきますね。ナタナエルは彼に言った、ナザレから何か良いものが出るだろうかとピリポに言ってバカにしたという話が書いてあります。それだけナザレっていう村は本当に何もない村だったということが私たちわかりますね。まあそういうわけなんです。とても目立たない小さな小さな村、せいぜい人が住んでても400人ぐらいというふうになってますね。はい、でここに出てくるヨセフという名前ですけれども、ヨセフという名前の言われを話しますね。ヨセフっていうのはですね、この名前は創世記の最後に出てくる有名なヨセフの名前と同じです。皆さんも覚えてらっしゃると思いますね。ヨセフは110歳で亡くなったと書いてありますか。まあ、そのような言葉で創世記の最後は閉じていますけれども、このヨセフと同じ名前なんですね。彼が生まれた時、創世記これは30章24節にありますけれども、ヨセフのお母さんラケルはずっとずっと子供が生まれなくてとても悩んでいました、苦しんでいました。そして彼女は、主が男の子を私に加えてくださるようにと願ったわけなんですね。長い間我が子が生まれなかったものですから、もう一人加えてくださるように、この加えてくださるようにという意味がヨセフという意味なんです。加えてくださるように。そしてやっとラケルに生まれた子供がヨセフなんですね。まあ、ラケルには2人の子供がありましたね。そのようなことが書いてあります。そしてこのダビデの家系のヨセフというふうになっております。ダビデというのは本当に波乱万丈の生涯を送った子供の時、幼少
ていうか、まあ、最初は羊飼いでしたけれども、それからサウル王の娘婿になりまして、それからこのサウル王に追われる逃亡者になります。そして最後は自分の息子に追われて、まあ、息子が死んでいくわけなんですけれども、そういった波乱万丈な生涯を送ったのがダビデです。この紀元前11世紀サウル王の娘婿になり、初めてイスラエル12部族を統一した王様なんです。まあ、サムエル記第2の7章に神からダビデに契約してくださった祝福の言葉が記されています。まあ、後で皆さんもこの祝福の言葉を読まれてください。まあ、このヨセフ、加えてくださるようにってつけられたこのヨセフっていう名前ですけれども、バビロン捕囚から帰った後の再建したユダヤ人社会では、このヨセフという名前が好まれて、たくさんの男の子にこのヨセフという名前がつけられたそうです。皆さん、今私たちは言い名付け、婚約者って言いますと、まだ結婚していない人のことを言いますけれども、この当時のユダヤ社会では、言い名付け、婚約者イコール結婚したっていうことになります。その当時はですね、現在のような紙がありませんでしたから、パピルスというこう植物の薄っぺらい皮にですね、娘を垂れ、それに妻として与えるということを書きます。親が書くんですね。それがここで言われている言い名付けとか婚約なんです。そこで、結婚が契約されるわけなんです。ですから、言い名付けイコール結婚っていうことになるんですね。だいたい1年間ぐらい離れていて、まあ、同居ということになります。まあ、この2章の終わり頃に、イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って、都へ登ったって書いてあります。男子はですね、13歳で成人式になるんです。その当時ですね。ですけれども、女子はですね、違います。12歳、男子は13歳で女子は12歳、それが結婚適齢期なんです。皆さん、ずいぶん早いと思われませんか？12歳でもう結婚適齢期となって、女性として一人前という年齢に、まあ、なるわけなんですね。ですから、マリアはそれぐらいの年齢であったと考えられます。12歳のマリア、実際は子供ですよね。12歳、皆さんはどうでした？12歳の頃、結婚適齢期の方おられましたか？はい、難しいですよね。12歳、私は19歳でこちらに初めて参りました時に、同じ19歳の方と大学の寮で一緒になりました。安子さんっていう方でしたね。立教大学の安子さん、その方と一緒になりました。その安子さんがですね、こうおっしゃるんです。私が今こうして頑張っているのは、将来生まれてくる子供のためだって、こうおっしゃるんですね。まだボーイフレンドもいない、何もこうね、相手が見えない状態でそういうことを言えるのは、私は偉いなと思いました。私にはですね、そういった考えが全くありませんでしたから、わあ、本当にこういう考え方をされる方がいらっしゃるんだなって、本当に信じられない思いで
聞いていたことを思い出します。ちょっと横道にそれましたけれども、そして神から使わされた天使ガブリエルは、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共にいますと言います。このおめでとうは、この英語の聖書ではグリーティングズとなってます。これは訳すのがですね、難しい言葉だと思います。この言葉は直訳すると喜べ、喜びなさい、ピリピ人が喜びっていうテーマですけれども、その喜びなさいっていう言葉を直訳すると表します。これは挨拶、ご機嫌いかがですかとかですね、こんにちはっていう挨拶なわけなんですね。このこういう聖書を皆さんご存知でしょうか。エマオ出版訳新約聖書ありますね。他の聖書ではおめでとうっていう言葉ばかりだったんですけれども、このエマオ出版訳によりますと、ちゃんとですね、喜べ、そしてこんにちはってこの言葉がなってました。これはですね、教会で出している聖書なんですね。素晴らしい、大阪にある教会ですけれども、素晴らしい聖書まで発行できる教会っていうのは素晴らしいなと思いますね。はい、エマオ出版訳聖書、これが忠実に訳してあると思いました。喜べ、こんにちはというこれなんですね。そしてここでマリアは戸惑うっていうふうになってます。この戸惑うっていう言葉は新約聖書でここだけ1回だけしか出てきません。不安になるとか心を騒ぐという言葉だと思いますね。マリアが混乱して戸惑うと思ったのはどうしてでしょうか。ガブリエルは非男でしたから、この時代ですね、男性が女性に挨拶するということはありえませんでした。だから戸惑ったのかもしれませんね。でももっと理由があると思います。この後に続く主があなたと共におられますという言葉だと思います。この言葉は旧約聖書でいろんな場面で出てきます。皆さん覚えてらっしゃいますか。ベツレヘムから帰ってきたボアズが、ルツキにおいてですね、主があなたと共におられますようにと農夫たちに言うんですね。そうすると農夫たちも主があなたを祝福してくださいますようにとこう答えるんです。これが彼らにとっての挨拶でした。いい挨拶ですね。私たちも真似してみましょうか。主があなたたちを主があなたたちと共におられますように、そして主があなたを祝福してくださいますようにというこのルツキにおける挨拶、素晴らしい挨拶だと思います。あとは皆さんどこで旧約聖書の中で印象付けられて覚えてらっしゃるでしょうか。ヤコブが野宿して、ですね、世を明かさなければならなかった時に、この時にですね、やはりこの言葉が出てきます。心細いヤコブであったでしょう。その時神は、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。これは創世記28章の15節の言葉ですけれども、こういうことが心細いヤコブに、神様が言われます、約束されます。
私たちもこの約束を握っているものであることを覚えたいと思いますね。まあこういうふうにですね、たくさん出てきます。主があなたと共におられますと言われたマリアは、頭の中をいろんな思いで駆け巡ったと思います。たった12歳です。これから起こることを彼女は思ったでしょう。両親にどう話したらいいか、そして言い名付けのヨセフさんにどのように説明したらいいのか、まあ、このナザレという小さな村のことですから、この村人たちの目も気になりますね。噂も気になります。たくさんの目が彼女に注がれるでしょう。この時12歳のマリアには次々と湧いてくる心配、不安、恐れと戦わなければならない立場に立たされたわけなんです。この神様からの御用のために、どんなに大きな試練に立たされるか、どういう苦しい生涯を歩むことになるか、それがこの天使ガブリエルにも分かりますから、まず天使が言った言葉は、主があなたと共におられるという力づける言葉だったんです。とてもおめでとうとは訳しがたい言葉だと思います。すまないねマリア、これが本音だったかもしれませんね。これから12歳の少女に起こってくるさまざまなこと、それを本当に、私たちもここを読んで思わされます。このマリアに対して天使は恵まれたものと言いますけれども、この聖書における恵まれたものってのはどういうものでしょうか。これは同時に主が共にいてくださらなければできない使命を負わされたもののことです。主が共にいる、それは大きな恵みですけれども、大きな責任とつらい戦いを負わされたものです。皆さん、旧約聖書に出てくるモーセのことを覚えてますか。あの口が重い、私はそのようなことに適さないと神に言い訳をします。そのモーセ、神はですね、モーセになんとその時おっしゃったでしょう。やっぱり私は必ずあなたと共にいる、この言葉です。そしてモーセの後継者になるヨシュアにも同じ言葉が告げられます。ヨシュア記の一章五節に、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、強く大きくあれ、このように語られました。モーセにもヨシアにもマリアにも同じように語られたんです。それは主が共にいてくだされなければできない使命を負わされたものだからです。神からの召し、それがあなたにとって責任が重たくても、しっかり頑張れよって
こういうふうにおっしゃってる主が共におられるということなんです。マリアが友だったのもですね、無理がないと思います。私たちはクリスチャンとして主が共におられるということを知っています。この有名な箇所というか、私たちは大宣教命令という言葉が聖書の中に数箇所出てきますけれども、マタイの福音書の最後もうこの大宣教命令が出てきます。ここに、覚えておられるでしょうか。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これが有名な大宣教命令なんです。宣教するとき主が共におられなければ私たちはなすことはできないんです。私たちは伝道するとき自分が前に出ようとしてはいけないんです。主と共にでなければ私たちのその伝道はできないんです。ですから自分が勝手に先走りしてはいけないっていうのが、これは本当に伝道において大事なことになります。主が共におられなければ伝道宣教は決してできません。本当に私たち強く大しくなければですね、私たちのライフスタイルを通して、伝道していくっていうことは本当に難しいです。主が共におられる、インマヌエルっていう言葉ですけれども、この間言いましてね、神は何もしないあなた方と共にいるとはおっしゃっていませんっていう厳しいことを言いましたけれども、本当にそうなんですね。何もしないものと共におられる主ではありません。まあ、このマタイの福音書のこの、19節で、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという仕事に使わされる、あなた方と共にいるとおっしゃっているんです。伝道宣教、これが私たちの使命になりますね。マリアのように、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますようにと言って、主の御用に献身したいと思います。まあ、今日はですね、皆さんご存知のパールバッグの話で終わりたいと思います。パールバッグの作品をお読みになったことありますか。大地とかですね、母の肖像とか、母よ嘆くなかれ、嘆いておられるお母さんたくさんいらっしゃるかもしれませんね。母よ嘆くなかれというタイトルの本もあります。このパールバッグはですね、宣教師の両親と幼い頃に、中国に渡りました。皆さん、中国へ渡った宣教師の伝記を読まれたことがあるでしょうか。私は進学校の課題で宣教師の本を読みなさいっていうのが出まして、中国に最初に渡った宣教師のお話の本を、伝記を読みました。これはですね、辛くて最後まで読めませんでした。あまりにも残酷で、もう本当になんか気分が悪くなってくる場面がたくさん描写されていて、あまりにも苦しくなって、なんか
暗くなってきましたので、マザーテレサに変えたっていうことがありましたね。マザーテレサの本はそれほどね、あの全然暗くないので、その本に変えてリポートを変えた、書きましたっていうことが ありました。もう中国への宣教師のこの苦しみ、大変なものがあります。ですからですね、パールバックのこの本にもその大変な場面が出てきます。母ケアリーがそのことに対してどのように祈って立ち向かったのかが書いてあります。多分母の肖像だと思いますけれども、もうずっとずっと昔のことですね。回収は牧師の説教を聞いて、即座にその説教がどのぐらいの時間をかけて作られたかを察するのであったという、こういう言葉があって、私はビクッとしました。その時はもちろん牧師をしていたわけではなかったんですけれども、まあ、回収の方々っていうのはそうなんでしょうね。牧師の語る言葉で、あ、この牧師はどのぐらいの時間をかけて説教を作ったかっていうのがすぐ分かるもんなんだなって思いますね。まあそういうことなんですけれども、このパールバックの作品、これはですね、人種偏見とか障害者の差別、ジェンダーの社会問題にですね、深く根ざしています。この大地とかですね、母の肖像、その中国の社会問題を取り上げています。皆さん、大地の映画をご覧になったことがあるでしょうか。ある方が言いました。ほとんど覚えてないけれども、大地の映画で鍋に土を入れて、それを茶碗に分けて食べている、そのシーンが忘れられない。食べるものがなかったんですね。だから鍋に土を入れて、それを家族で食べる、そのシーンが忘れられないと ある兄弟が言っていました。まあ、パールバックは中国で育ちますけれども、高等教育を受けるために一時アメリカに帰国します。そしてまた中国に戻ります。中国の貧民層、ここに、焦点を当てて、作品を書いています。この小説を書いたのはなぜだったでしょうか。このパールバックにはですね、障害者の知的障害を持つ娘さんがいました。で、この娘に特殊教育をですね、受けさせるためにはお金がかかります。そのためにこの作品を書いた、その理由の一つがそのためであったんです。ですから、この大地のこの主人公ワン・ルンっていうこの女性のことを書いてますけれども、その女性の娘にも知的障害の娘がいることを設定に書いています。自分をある程度こう、その大地の主人公に反映させて書いているわけなんですね。この大地でピュリッツァー賞を受賞、そして1938年には米国の女性作家として初めてノーベル文学賞を受賞しました。この両親の宣教師として、もう中国の友となるということを決意して献身していくわけなんですね。そういう家族と共にあったパールバックですから、パールバックもですね、本当に宣教師の魂があった方であることを覚えさせられます。もう皆さんもこれからぜひご覧になってください。映画も見たいですね。はい、それでは一言祈って終わります。
死を克服して蘇られた主イエス様、あなたが私たちと共にいてくださると励まし、約束してくださっていることを本当に感謝いたします。この恵みを感謝いたします。私たちがこの恵みを無駄にすることなく、あなたの御用を果たすものとさせてください。そして私たちの日々の生活を祝福してください。私たちこのベニス教会が宣教の教会となりますように、どうぞあなたの力、知恵と力を与えてください。今週も私たちが置かれた場所、それぞれの場所で光となっていけますように、聖なる力を注いでください。この祈りを尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんで賛美歌の510番、幻の影をしたいてを賛美いたしましょう。誘われゆく眺めの儚さ、春はの木の雨、秋は庭の梅雨、母は涙乾く間なく祈ると知らずや、罪を知らず胸に枕して、借りては手に奪われし、昔忘れしか、春はの木の雨、秋は庭の梅雨、知らずや、どなたの頼む神の身元には来ずや、小鳥の巣に帰るごとく心安らかに、春はの木の雨、秋は庭の梅雨、母は涙乾く間なく祈ると知らずや、長ために祈る母のいつまでよにあら、とわにくゆる母のごとく、遠く神に帰れ、春はの木の雨、秋は庭の梅雨、母の歌は1年に1回しか歌わないからなかなか覚えないですねまたいつか歌ったらいいと思います。次はでは献金をいたします。アッシャーの方お願いします。
それではお祈りいたします。天の父なる神様、この1週間をお守りくださいましてありがとうございます。今日は御心言葉を通して神が共におられることを教えられました。どうかこの1週間も共におられる神様に頼り、日々祈って生活できますよう祈ってください。また神様、主の恵みです。与えられたこの多くの中から一部献金いたします。どうかこれを神様の御用のためにお使いください。イエス様の御名により心から感謝しお祈りいたします。アーメン。お待ちくださいまして、聖霊よ。あって、その後先生に祝祷していただきます。それでは祝祷いたします。今御前におられるお一人お一人の上に、そしてあなたを求めておられる大勢の方々の上に、主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが今も後も常しえまでもあらんことを、アーメン。